先発今でした。立ち上がりです。ワンアウトから今宮とグラシアルにヒット許してワンアウトランナー二塁一塁、まあ、ここで4番5番を迎えますけれども、まず柳田を三振に取った後、デスパイネをセンターフライ、立ち上がりゼロで終えました。ホークス先発は中4日エースの千賀です。その千賀から2回ツーアウトから連打、堀内を越え連打の後島内も続いてツーアウト満塁、大きなチャンスを作ります。今日2番に入っています渡辺義明、しかし最後はフォークに空振り三振、ここはあと1本が出ませんでした。0対0でゲームは4回です。ワンアウトを取った後デスパイネを迎えます。外のスライダーでした。コンパクトにいったというこのデスパイネの当たり、これが先制のソロホームラン、2試合連続ホームランになりました。1対0で、この後中村にヒットを許して松田のこの当たりですけれども、今素晴らしい反応でした。松田伸弘ピッチャーライナーダブルプレーです。1対0ホークスリード5回です。ワンアウトランナー1塁で牧原のピッチャーゴロ、今日はショートベテランの藤田ですけれどもいいプレーでした。163のダブルプレイ、この回もゼロで終えます。さあそして6回です。ランナー1塁に置いてウィーラー、追い込まれていましたけれどもまた入ったフォークを仕留めました。ウィーラーの今シーズンの第19号逆転のツーランホームラン、いいところで一発が出ました。イーグルスは7回です。ワンアウトランナー2塁1塁でダブルスチール、これが相手のミスも誘って三塁ランナーオコエが帰ってきます。これ相手の意表をつく攻撃でイーグルス追加点3対1、その後浅村の当たりはセンターオーバー、これがタイムリーになります。4対1イーグルス3点リードを奪います。さあそしてイーグルスの方は6回から継投、6回7回ソンチャーホーで8回森原で最後は松井裕樹、1点は失いましたけれども最後打ち取ってゲームセット、4対2負けられない一戦、イーグルスが勝利を収めています。